ダニエル・ギルデンラオーは、スウェーデンのミュージシャン、ソングライター。ペイン・オブ・サルベーションのボーカル、フラワー・キングスの元メンバー。1984年、ペイン・オブ・サルベーションの元となるバンド、リアリティを11歳という若さで結成する。1987年には、母国の大先輩バンドにあたるヨーロッパが賞を取った、ことでも有名な、 ロック SM というコンテストに最年少バンドとしてノミネート。受賞はしなかったもののベストボーカリストとして自身が選出される。1991年にバンドの名称を Pain of Salvation に改め、1997年にファーストアルバム e n t r o p をリリースしメジャーデビュー。高い評価を獲得する。Pain of Salvation での活動以外でも、 フラワーキングスのアルバムアンフォールド・ザ・フューチャーにゲストとして参加したのをきっかけに2005年まで活動を共にする。その他にもエイリオンのアルバムにゲスト参加をするなど多方面で活動している。2014年にエシセイ・キンマクエンを発症。ほどなくして彼はスウェーデンのウプサラにある病院に入院した。2017年に自身の病の体験をインザ・パッシング。 ライトオブデートして、ペインオブサルベーションでリリースした。ありがとうございます。